前回に引き続き甘栗をまた甘栗の商品紹介をさせていただきたいんですけど、実は今日コンビニでこんなものを見つけちゃいまして、この焼きマロンですね。焼きマロンです。で、ちょっとなんで気になったかと言いますと、通常我々が普段食している甘栗はだいたいグラム70ぐらい入ってるんですよ、一袋に。で、100いくらっていう世界観なんですけど、今回この焼きマロンが内容量50グラムに対して250円ぐらいで売ってたんですよ。で、これはちょっと邪道だなと思ったんですよね、自分の中で。甘栗そんな高くていいのかと思って、なんか細工があるに違いないと思って、まあ、成分表を見たわけですよ。すぐ成分表を見るんで私。そしたら原材料名有機栗のみですね。相変わらず有機栗のみを使ってるわけなんですよ、これも。で、ちゃんとここに有機ジャスマークがあるんですよね。あの、前回の甘栗動画でも言ったんですけど、有機ジャスマークです。で、有機ジャスマークの詳しい情報は今ここに画像で出します。出てるかな、きっと出てる。よく読んでください。これが有機ジャスマークです。読み終わったかな、そろそろ読み終わったでしょう。ということで、有機ジャスマークの説明は画像でさせていただきました。で、今回この焼きマロンが、このジャケットが2つあるの分かりますかね、皆さん。このジャケットが2タイプあって、で、多分こっちが旧タイプのジャケットなんですよね。で、こっちが多分新タイプのジャケットで、やっぱこっちの方がやや渋いですよね、新タイプの。賞味期限見るに多分こっちのがニュータイプのジャケットなんですよ。で、こっちが旧タイプのジャケットですね。この弱者に使われている栗たちの表情が違いますよね。この、これ新旧で、この栗たちの表情見えますか？こっちが新ジャケの方で、こっちが旧ジャケの方なんですけど、早速食べます。で、ちょっと今お腹いっぱいっていうのと、 50g に対して250円っていうちょっと高価な値段なので、で、中身見るに多分全く同じ商品なんで、旧鮭の方、賞味期限が1ヶ月ほど早い旧鮭の方を今回は食べたいと思います。いきます。この栗の頭頂部をカットする気持ちで今ここ開けました。では、お、これ全部この色です。全部黄色系ですね。全部このさつまいもカラーというか黄色いです。まあ焼いてあるっぽいですね。一回これ直火で焼いてるっぽいです。有機栗を直火で焼いてます。焼きマロンいただきます。美味しいです。匂いは焼いてないものとほぼ変わらないですね。で、しっとりしててパサつきがないですね。ほぼパサつきがゼロですね。焼いてある方がパサつきがないです。美味しいですね。ただ
ちょっと高いんで、あと僕はあのパサつきも含め甘栗だという感じでもあるんで、これからはどっちを頻繁に買うかって言われたら、今までの焼かれてない方を多分買うと思います。これがもうちょっと値下げしたら、これも頻繁に買うと思います。焼きマロン非常に美味しいです。以上です。 If you favor this movie, please let us there. 脱力飛行隊非常に MC モンスター。 See you later.